どうも赤剛です。今日はですね、以前から言っていたサングラスカスタムでございます。こちらです。このサングラスを使ってカスタムしていきたいと思います。一応これはね、ジーンズ見えないと思いますが、一応ジーンズです。ジーンズのサングラスで、土入りのサングラスなんですよ。で、もともとこれをねかけて車運転してたんですけども、最近はねこれじゃちょっともう運転できなくなっちゃったので、まあ全然使っていなかったと。じゃあどうしようかと言ったらですね、僕が好きなアメリカの YouTuber ケイシー・ナイスタットさんのサングラスを作ろうじゃないかと、こういうものを作ろうじゃないかなと思ってやってみたいと思います。で、一応ねやり方としては、まあ汚れないようにこの箱ですね、ナイキのエアフォースワンの箱残しておいたので、こちらですね、こちらと、マスキングテープ、マスキングテープで、まあこのねメガネのレンズの部分を、例えば適当にやります。まあこんな感じでマスキングして、シュートスプレーすると。で、スプレーをした後なんかね2日ぐらい乾かした方がいいらしいので、まあまたね動画、初めてなんじゃないかな、またぎ動画みたいな感じでやってみたいと思います。では、できるかできないかわかんないですけども、何でもやってみます。では行きましょう。で、とりあえずマスキングテープをつけていこうかな。どうしたらいいんだろうか。多分眼球のところだけでいいような気がする。ちょっと適当にこんな感じで。でね、うちねマスキングテープいろいろ奥さんが好きでいろいろあるんですけど、この無印のマスキングテープが剥がれやすい、逆に剥がれやすいので、これをね利用していきたいと思います。こんな感じでいいんじゃないかな。こんな感じで、そしたらね、多分ねさっきの画像、こちらこんな風に雰囲気的になっていくはずなんですよ。大体でいいんですよね、こういうのはね、多分ね多分大体でいいんですよ。こんな感じ、一応表面こういうような雰囲気、こういうような雰囲気に仕上がりました。で、これでスプレーしてやっていくと。じゃあ、そっか、裏面もした方がいいですね。で、裏面は裏表こんな感じで適当にやりました。じゃあ早速ねスプレーをやっていきたいと思うんですが、一応ね少し温めております。これでこんな感じでこれはいらないな、ちょっと画面だけ切り替えましょう。この iPhone で撮影、まあね何でもねやってみないといけませんので、でこちらで録画スタート。何でもねやってみましょう。とりあえずできるかできないかは別として、いきますよ。おお、こんな感じか。一つね大問題、これね見えないかな。あ、見える。レンズの部分脱脂したんですけど、やっぱコーティングがされてるみたいで、このね縁の部分がなんかこういう感じにはならない、なんかこんな感じにうまくならないな。なんでだろう。一応だってこれ油性だよ。あ、油性って書いてあるから大丈夫だと思ったんですけどね。まあまあ、あ、でもなんかいい感じかもしれない。でもこの仕上がりは多分 2,3 日後じゃないと分かんないと思うので、で、ここからちょっと削ったりしないといけないんですよ。削ったりしないといけないから、まあ仕上がりの方が楽しみですね。さらにね追加でやったんですけど、やっぱりレンズ部分は弾いてるかな。でもいい感じに縁はなってるんじゃないかなとは思いますが、どうだろうか。うん、はい、あれから 2,3 日経ちました。これすごいことになっている。一応スプレーでシューッとやって完全に乾きました。で、ここからですねこの割り箸を使って削っていこうかなと
思います。これでおそらくまあ似たようなサングラスができるんじゃないかなと思うんですが、この状態でもなかなか面白いなということで、続きの方やってみたいと思います。まあここからね、さっきこう爪でやってもね、なんとなく取れるような感じはあったので、これで強くこすったらできるかどうかわかんないけど、まあ可能な限り近づけていきたいなと思います。これはねこの状態でもすごいことになってるけど、じゃあ一応カメラ下に向けて作業の方してみたいと思います。はい、じゃあねやっていきましょう。まあひたすらね多分こういう風に削っていってこのペンキをね剥がすような感じ、剥がすような作業をやっていきます。こんな感じでひたすらね削って擦っていきます。ここのレンズの部分は簡単に取れますね。レンズ最後でいいか。とりあえずこの辺り多分使ってったらねどんどん剥がれていくと思うので、どうだろうか。あ、でも落ちるな。あ、いい感じ。こういうことをね僕はやりたかったんです。こんな感じのことをね僕はやりたかった。でも相当時間かかりそうだな、これは。ひたすら擦っていくという感じが続きそう。あ、でもこ、あ、そうこういう感じにねしたかったんですよ。結構べったりつけてしまったな。まあいいや、とりあえず可能な限り、あ、いいね、可能な限りやっていきたいと思います。一応ねこれでずっとやってたんですけども、途中もハサミに変えました。こっちの方がね非常にね効率的です。早かった。だいぶねいい感じになってきたんじゃないかなとは思います。こんな感じです。であと多分使ってったらこれ剥がれていくと思うんですよ。だからあんまりね作り込まなくてもいいかなとか思って、果たして使うかどうかっていう問題もあるんですけども、とりあえずねあのケイシー・ナイスタッドさんと同じようなサングラスを自分でも作れるのかと。多分おそらくねこんな感じだと思います。 やり方としては一応動画見たんですけど、多分こんな感じで完成でいいかな。とりあえずこんな感じですね。とりあえずこんな感じ。一回ちょっと洗ってきます。はい。ということでね、だいたいね、30分ぐらい、この割り箸とハサミを使って削ってました。ずいぶんね、いい感じになってきたんじゃないかなと思います。ケイシー・ナイスタッドグラスできました。どうでしょうか?もうちょっと削れればいい感じには近づくかなとは思います。まあこんな感じです。こんな感じどうでしょう。かなりオリジナリティ出たんじゃないかなと思いますね。これね本当はねサングラスしてたら、今ね画面チェックしてるんですけども、この目線がそんなにねずれることがあまりわからないというねメリットもあるんですが、まあ一応ねこんな感じで、まあ常にねサングラスをしてですね、動画をするわけにはいかないので、まあまあこんな感じの遊びで今回ケイシー・ナイスタッドさんのサングラスを真似して作ってみました。ちょっと下に向けてどういう仕上がりになったか見てみたいと思います。はい、一応ねこんな感じの仕上がりですね。ただねちょっと近くで見たらやっぱりまだ白い部分が多いので、まあもう少し削るか勝手に、まあ、こういうふうにね爪でやっただけでも削れるので、まあ、この辺り少しずつ調整していこうかなとは思います。なかなか個性的でいいんじゃないでしょうか。どうでしょうか。僕の好きなアメリカの YouTuber ケイシー・ナイスタッドさんのサングラス真似て作ってみました。はい、ということでねちょっと高さだけ変えようか。このね、高さをね一回一回変えているんですよ。
ということで、今回はケイシー・ナイスタットさん、ケイシー・ナイスタットのサングラスを作ってみましたと。もうちょっと加工が必要かなと思いますが、十分僕はねこれで大満足でございますという感じで終わりにしたいと思います。こういう風にね何でもね挑戦でカスタムしていきたいと思いますので、まあそんな感じで終わりにしたいと思います。では本日もご視聴ありがとうございました。もしよろしければぜひチャンネル登録お願いします。あとツイッター、インスタグラム、ウェアもやってますので、よろしければチェックしてみてください。以上勝吉でした。ではまた見てください。仕上がり的には大満足。あれからね少しさらに削って、これいい感じじゃないですか。